皆さん、こんにちは。こんにちは、今回はつぐの日、写真コロネをやっていきたいと思います。今回はオープニングからまがまがしいね。有名 VTuber の犬神コロネさんとコラボなんだって。それは楽しみだね。一人でやるとなんだか呪われてしまいそうだけど。無事に主人公は生きて生還できるのか。いつも不幸なエンディングを迎えるもんね。それでは早速指を捧げて始めて参りましょう。周りにいる生首にビクビクもんよ。魔法人か錬金術か。コロネ様の教え、1、頭髪を剃り上げよ。2、常に微笑みを絶やさぬこと。3、何時の指を捧げよ。4、他のチャンネルは削除せよ。結構厳しめなことばっかだね。こんな規律守ってる人なんているんだろうか。さあ、始まってまいりました。今回の舞台は商店街かな？珍しく男の子が主人公だ。今時の高校生だね。ああ、やっとテストから解放された。中間、期末とテストお疲れ様っす。帰ったら VTuber の配信見ようっと。若者らしいですな。それにしても、なんか陰気臭い街だね。この病院も見るからにうさんくさい。この赤い街灯がいや。でもいろいろな診療やってるみたいだよ。よっぽどでもかかりたくないな、この病院には。ラーメン屋見えてきた。お腹空いたな。やっぱりラーメン餃子っしょ。後で行ってみようか。庶民の味方だって。我々にはぴったりですな。もう夕暮れみたいだね。それにしても人通り多いな。帰宅ラッシュなんだよ。皆さん家路に着くのです。でけえ駐車場だな。立体駐車場は苦手。落ちてきそうでなんか怖いよね。そばには近寄らない主義。あ、ポスター。コロネさんのだね。掲示板に貼ってあるけど。なんでだ？あれ？これって、犬神コロネ？怖っ。なんで首だけ貼ってあるんだろ？変なの。何か理由があるはず。それがこれから解明されていくのさ。え？今、ポスターの目が赤くなかった？呪いをかけられたとか？陰のパワーを感じたよ。何でもけなしちゃいけないってことだね。心で思って口には出さない、だね。口は災いのもと。この体育館みたいなとこが終着みたいね。とりあえず何事もなく1日目が終了したよ。ほっと一安心。それでは2日目行ってみよう。催眠術にかかっちゃう。目が回ってきたよ。次の日。このポスターと目を合わせてはいけません。呪詛にかかります。なんか好きになれないな、この街。活気はありそうだけどね。今日もかったるそうに主人公が来たよ。昨日は配信見すぎちゃったな。面白いとついつい見ちゃうよね、わかる。おかげで寝不足だよ。まあ仕方ないよね。え？誰？見るからに怪しさ満点。主人公狙われてるのかな？やばい組織だったりして。それか、飛び降りようとしていた人？それなら阻止せねば。なになに？やっぱこの病院何かあるって。保険効かないし。それなぁ、自費診療高いからなぁ。腕がブラックジャック並みにいいとか？それなら納得のお値段だけどさ。あれ？主人公の向こうに。女の子が湧き出たね。ラーメン屋から出てきたのかしら。美味しいのか聞けばよかった。混んでる様子ないからいたって普通なんじゃん。行列を呼ぶほどじゃなかったか。ねえ、塀の右側に、誰かいない？スライド移動してきますね。歩くの早すぎじゃない。あ、ポスターになんか書き加えられてない？リボンかな。あ、
そういえば昨日、犬神コロネの配信見なかったな。母っ可愛い子が多くて目移りしちゃうんだよね。おっしゃた。右上に。今日は誰の配信見ようかな。あえてこの場所で言わなくてもいいことを言ってるし。冗談飛ばしてる。意外と空気読めないタイプ。知らないうちに他人を傷つけるタイプだ、きっと。ポスターから液体が。目が充血しちゃったよ。傷つけたね。うわぁ。ガガガガガガ骸骨が。一言多いから呪われたんだね。恨めしそうに見てるよ。なんかシール増えたね。おしゃれになってる。え？やばそうなの来た。人間なの？人間離れした人間。まあとりあえず二日目も生還してよかった。もうこれ以上無駄口叩かないこと希望。三日目、始まりましたが。また洗脳術からのスタートです。次の日。人間離れした人の謎は明らかになるのか。このポスターの役割も。三日目となると色々と変貌していくね。しっかりとチェックせねば。今日もだるさ満開っすね。あれ？右の倉庫？からガン見されてる。なんか、誰かに見られている気がする？穴が開くほど見てるもんね。ドアが。え？うわぁ。出たぁ。消えた。絶対夢に出るやつだよ。電灯が消えまくってる。停電かな？また、建物の上に人が。あれ？人間じゃないのいた。右に行かれると追いかけられないのが無念。ギャー、起きた。え、何この集団。オカルト集団的な。救急車か警察呼んだ方が良くない？うわ。な、生首が吹っ飛んできた。それでも動じない主人公。鉄の心臓。起きたよ。お、病院長かな？怪しさしか感じない。顔が、やばいことに。え？病院の中が。院長が逃げろって。ああ、ラーメン屋も店じまいか。なんなのこの作り笑いの集団は。ラーメン食う前に乗っ取られてしまった。食べ物の恨み覚えとけ。駐車場の上に集団が。何をやらかそうというのか。さっきから付きまとわれてますが。あ、またいた。え、ちょっと大量発生しすぎじゃない？少しは動じろよ主人公。ポスター悪魔見たくなってる。ジオニア。邪悪オーラ全開中。あれ？この張り紙って。コロネ様？すごい横島な念を感じる。このポスターは洗脳用だったんだね。コロネ様の配信を見ないと。主人公も洗脳されつつあるみたい。壁からドクロが。このドクロは誰なんだろうね。ここは信者の溜まり場だったのか。コロネ様が窓に映ってる。すげえ見られてんね。ドア一面コロネ様のペイントだらけ。お、ドアが開いた。密集しすぎ。主人公もこの一員になってしまうのか。表情も近づいてきてる気がする。どうにか正気に戻さないと。もうこの街に来なきゃいいんだけどね。みんな、消えた。ああなると人間じゃないから未知なる力を使えるのよ。ヒーリングパワーとか？癒しの力は多分ないよ。四日目にもなると完全にホラーだね。この骸骨は何かの使者？次の日。死神じゃない。結局最後は黄泉の国に連れて行かれるのかよ。やっぱ。街が侵食されてる。
主人公は、まだ平気そうだね、よかった。何か、おかしい気がする。でも、それがなぜなのかわからない。知らず知らずのうちに洗脳されちゃってるんじゃない？街が廃墟化してるし。周りは人間じゃないし、やば。最新型コンピューター？お、医者だ。あ、破壊された。でも、逃げろって警告してくれてるけど。意外と善良な医者なのかも。病院ボロボロ。恐怖、不安から解放される？ロボトミー手術？看板の診察項目変わってる。ロボトミーって、確か、脳を手術するんだっけ？ははっ、そんな手術受けなくても。コロネ様の配信を見ればいいのに。ロボトミーだって。やばい、脳外科手術のやつでしょう。うわぁ、こっち見てるよ。これだけ栄養スマイル持続させたいもんだわ。看板くれるね、危ね。ああ、ラーメン食べる前に潰れたよ。店の中人数オーバーだよ。満員御礼だ。この人間じゃないのはロボトミー手術された人たちなのかもね。みんな表情が同じだもんね。やべえ、信者と意気投合しだした。あの骸骨はコロネ様の化身。洗脳ボイスを振りまいてる。ロボトミー兄弟が続々集合中。顔が高揚しちゃってるよ。主人公も手術受けさせられちゃうのかな。コロネ様の化身が漏れなくついてきた。すげえ、分身の術。クリスマスツリー見たくなってきた。新手の UFO キャッチャー？これが、コロネ様？確実に狙ってきてるよ。下からもバッチリガード。取り巻きすごいな。あれ、俺、今まで何を？後ろ？前？一体誰が？まさか、金剛仁王像？なんだよ、こいつら？君は小骨様が好きなのか？は？君は、小骨様が、好きなのか？どうする？全国放浪とはまさにこれ。腕から選択肢が。好きだと答えるだって。珍しいね、選択肢なんて。答えとくか。選択ミスったらアウチだよ。この先どういう展開になっていくのか。もちろん。俺、毎日コロネの配信見てますから。いい笑顔だ。君はわれわれの仲間になる資格があるようだ。ドアオープンしたけど。さあ、入りたまえ。は？医者の顔、鬼の形相だよ。ちょ？絶対入りたくない。主人公どうなった？コロネ様？それとも骸骨？5日目となりましたが、オープニングの生首からのスタートか。何かの儀式中？コロネ様のポスターだ。ここから洗脳パワーが放出されてたんだよ。これ見ると目が、回る。私も洗脳されそう。お、とうとうやってきましたか。次の日。最終日だね、主人公はどうなったのか。いい結末は望めなさそう。儀式用のろうそくかな。捕獲されたままっぽいね。ぐ。なんだここは？体が動かない？
やっぱり拘束されてるみたい。主人公も同じようにされてしまうのかな。死んじゃきたよ。え？主人公が。お目覚めかね。これは辛い。医者だ。オペが始まるのかしら。お前は、この巻きかが逃げられなかったのか。うわぁ、指がない。すぐに済むぞ、じっとしていなさい。なんだ、逃げたいのか。だが、ダメだ。お前は小金様が好きだと答えた。だが、小金様はお前を許さないと言っている。他の女に心変わりすることは決して許されんのだ。町の者はみんな洗脳されたぞ。医師である、私を除いてな。やっぱりこの医者がロボトミー手術をやってたんだ。主人公のこの顔は見るのがきつい。まずは頭髪をそぎ落とす。うわぁ、主人公が頭部にカミソリなんて恐ろしい。笑顔を矯正する。ヘッドギアをつけて。そんなヘッドギア必要ないって。すぐに外してあげて。目尻引っ張りすぎて白目が。仕上げにゴボトミー手術での海藻を入れば。いじらないでいてあげて。小骨付きも完成だ。そんなネーミングついてたのか。まあ、頼むよ、私を助けると思って。おとなしく、洗脳されてくれ。洗脳されたい奴なんていないし。医者は無理やりやらされてる感もあるけど。逆らえない状況なんだろうね。君がここで、洗脳されてくれなかったが。されてくれなかったら、どうなるの？私が殺されるんだ、犬神小骨に。そういうことか。うわ、殺される犬神小骨に殺される。まるでも愛憎のようよ。ああ、お許しください小骨様。狂ってる。洗脳手術をしないと自分の命が危ないのね。あ、待て、またんか。ははは、は逃亡を図ったんだね。うまく逃げられるといいんだけど。ホック前進か、なかなか難しそうだけど。助けて、助けて。次の日、初飲みに移動。助けて、助けて。なんか新鮮。主人公は必死だけどね。出口が、あと少しだ。いけるか？もう間近だよ、頑張れ。また会おう。前か。こいつはコロネ様の正体なの？多分、そうなんじゃない？どうして逃げるの？他の女に浮気する悪い子は。脳みそいじってコロネスキーになってもらうでな。特徴のある話し方だね。本当はこんなに可愛いんだ。ね、コロネから逃げられると思った？なんとなく無理だと思った。
でも諦めてはいけないぞ、主人公。再生されていくの。出口までの匍匐前進が無駄に。ご愁傷様です。ドリルでやられちゃってるよ。コロネスキーに近づいていく。アーメン。あ、町が。主人公はどうなった？もうコロネスキーしか町にいないじゃん。主人公いた、けど。頭が反り込まれたってことは。脳みそいじられたってことだろうね。強制器具もついてるし。コロネスキーに完全になるのも時間の問題だろうね、きっと。エンディングだ。って、ことはコロネスキーになってこのままこの街をさまよい続けるってこと？家族だっているだろうに。もし、選択肢で好きだというボタンをスルーしてたら。また違った未来があっただろうね。じゃあ、選択ミスったってことかな。どっちにしてもいいエンディングは待ってないだろうけどね。よし、タイムマシンで戻って違うエンディングも見届けなければ。主人公が恐怖を味合わない未来かもしれないしね。良い方向へ向かうといいけど。しかし、ロボトミー手術って困難になっちゃうんだね。恐ろしや。洗脳とダブルセットはもう逃げられないね。自分に意志が全くなくなってるしね。実際に受けた人も過去にはいるみたいだよ。これこそ本物の人造人間。なんか違うけど言いたいことはわかる。正気に戻るといいけどね。あれ？この高校生どこかで会ったような。洗脳される前に逃げてー。右向いたぞ。どうする気だ。あいつもコロネ様に。さっきの高校生やべー。ええー、頭が巨大化した。生粋のコロネスキーになってしまった。もうこっちには戻れないだろうね。いやー、今回はロボトミー手術編でした。やっぱりエンディングは不幸になってしまう。洗脳の恐ろしさがよくわかる話だったよ。それでは今回はこれで終わりたいと思います。それではまたね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょ、また言い方。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。